沖縄県第6期まん延防止等重点措置及び営業時間短縮要請に伴う感染拡大防止対策協力金の支給についてお知らせです。各要請機関について対象市町村内で営業時間の短縮に協力した飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営している事業者に感染拡大防止対策協力金が支給されます。地域間はこちらの通り、対象期間は4月1日から4月11日までとなります。続きまして、H 期間はこちらの通り、対象期間は4月12日から5月5日までとなります。続きまして、I 期間はこちらの通り、対象期間は4月12日から4月23日までとなります。続きまして、J 期間はこちらの通り、対象期間は4月12日から4月30日までとなります。続きまして、K 期間はこちらの通り、対象期間は4月24日から5月5日までとなります。続きまして、L 期間はこちらの通り、対象期間は5月1日から5月11日までとなります。続きまして、M 期間はこちらの通り、対象期間は5月6日から5月11日までとなります。続きまして、N 期間はご覧の通り、対象期間は5月12日から5月22日までとなります。対象施設は飲食店及び遊興施設等です。キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等で食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている事業者となります。また、注意事項として以下に該当する事業者は基本的に協力金の支給対象外となります。食品衛生法上適法な飲食店営業許可を取得していない事業者、屋内での飲食を伴わない屋台、弁当やデリバリーやテイクアウト等の事業者、すでに廃業した事業者及び以前から休業中の事業者、デリバリーヘルス、その他、性風俗店の運営事業者、その他、店舗の運営等に関する関係法令に違反している事業者、虚偽申請及び不正受給への対応について、虚偽申請、不正受給が疑われる事業者については、所轄警察署等へ速やかに通報するとともに、協力金を不正受給した事実が判明した場合は、支給した協力金全額を返還していただくなど、厳正に対処します。また、協力金の支給を装った詐欺にご注意ください。申請受付について、申請方法は電子申請のみとなります。申請期間は6月1日から7月15日まで。詳しくは沖縄県ホームページよりご確認ください。電子申請のサポート窓口について、ご自身での電子申請を行うことが困難な方のために電子申請をサポートする窓口を設置します。対象はご自身もしくはご家族等がパソコン、スマートフォン等の電子機器をお持ちでない方、または電子機器の操作に不慣れな方です。詳しくは沖縄県ホームページよりご確認ください。お問い合わせはこちらの各窓口までお願いいたします。受付は平日午前9時から午後17時までとなります。ご協力よろしくお願いします。